はい、皆さんこんにちは、ましのこです。今日は午前中いつもやらないようなところのお掃除と、あとやりたかったことをやりたいのと、スーパーに行きたい、はい、こんな感じなんですけど、動画にしていきたいと思います。あら、どっちが人形かわからないわね。はい、午前中はもう終わらせたいことをバーって終わらせていくって感じなんですけど、この日は家中のゴミをまとめてゴミ出しをしています。で、昨日の夜洗っておいた食器なの片してます。で、朝ごはんの洗い物を済ませています。そして、桶にジアマザーを使って布巾のつけ置きをしていきます。今まではハイターでつけ置きしてたんですけど、ハイターはアルカリ性が強くて手肌が荒れるので、最近は手肌に優しいこちらを使ってます。殺菌、消臭、除菌、漂白の効果もあるので、布巾をきれいに保つのに向いてるし、お水でね、薄めて使わなくても大丈夫です。で、このジアマザーのスプレータイプもあって、これを、我が家にはディスポーザーがあるので、ちょっとね、匂いが気になったり汚れが気になるので、ここに吹きかけて軽くこうブラシで磨いたりもしています。そしてコンロ周りもね、前日全然リセットできてなかったので、ここにも使います。もちろん調理前の除菌としても使えるんですけど、料理後のコンロ周りの油汚れとかもこれですっきり落とせちゃうので、油はねしてベタついているところとか、キッチンの床とかも使います。油はねしていたりして、結構床もねベタついたりとかするので、これで掃除してます。アルコールと違って引火する危険性がないので、これ一つでキッチン周りの掃除が済みます。はい、このジアマザーめっちゃ便利なの。本当にめっちゃ便利。キッチン以外にもいろんなとこに使えるので、これを使って拭き掃除やらいろいろやっていきたいと思います。おもちゃがちょっと散らかっちゃってますね。さっきヨタジ黙っておもちゃを減らしたりするとすっごい怒られるので、必要なものしかないよっていうので、おもちゃが溢れた状態になってます。このジアマザーはもう匂いもないから、ワンちゃんも嫌がらないっていうので、ペット周りも使えるし、吹きかけてこう拭き掃除をして、しばらくするとお水に戻るので、子供が遊ぶようなおもちゃとかにも使えるので、もうね、めっちゃおすすめです。うん、こうやってね、やっぱおもちゃ出しとくとホコリがかぶるので、結構こまめに拭いてます。掃除機する気にならないので、後でフローリングはクイックルワイパーで済ませます。鳥ちゃんがいるので、こまごましたゴミがあるとつっついて食べちゃったりするかもしれないから、結構カーペットはコロコロでこまめにこまめに掃除してます。で、こうやって見た時に目には見えないのに、なんでコロコロやったらこんなにゴミが出てくるんだろう。
構ファブリックソファーだからね、匂いとかも本当どんどん染みついていくから、ここにもこれですよ。匂いがないからティブもストレスにならないし、文鳥とか鳥ちゃんもストレスにならないです。はい、消臭 OK。 もう今日はトイレ掃除は終わってるので、この気になるね、床だけ拭きます。やっぱね、トイレは独特な匂いがするので、あれちょっと匂い気になるなって時はシューってやって、あと床磨くとだいぶ匂いもすっきりしますよ。 OK。 これね、あとカビを除去してくれるので、カビが発生しやすいこういうお風呂場に使うのもよくって、今のところうちのお風呂場にカビはないんだけど、カビが発生しないように対策として、これを例えば排水口のところとか、こういう端っこのところとか、そういうところに吹きかけておくだけでカビが発生しにくいし、口コミでどんなものを使ってもカビが落ちなかったのに、これを使ったらカビが落ちたっていう口コミがたくさんあったので、ただのこうお水みたいな液体なのにカビも落とせるっていうのもすごいし、それでいて手にねこう触れても全然手荒れしないので、めっちゃすごいです。これもう主婦の皆さんおすすめ、めっちゃおすすめという感じで、これをね気が向いた時にシュシュシュと吹きかけておきます。このシールはキャンドゥで買ってます。シャンプー、難しいと、シャンプーできた。コンディショナー難しすぎたけど、ずっとねこれをやろうやろうと思ってた作業でずっとやらなくて、ラベルないまま使ってたので、ようやくやりたかった作業ができました。いい感じ。はい、ティム長はご褒美タイムです。歯にもいいしね、ブラッシングしてないからドレッドヘアになってますね。次にやりたかったことが衣替えです。秋冬物のワンピースとかスカートをねかけたいので、こういった夏用のワンピースは一回こう畳で全部しまいたいと思います。はい、ということで一通りもう家のやりたかったことは終わったので、買い出しに行ってきます。今日はコストコでね買った大根とトマトが大量にあるので、それを使い切りたくって一緒に調理するものを買ってきました。毎日カフェラテ飲んでる。カフェインってなんでこんなに毎日欲しちゃうんだろう、体が。今日はブリの照り焼きを冷凍しておいたので、これは解凍して夜焼くだけだから、それの今日の副菜の作り置きと豚汁の作り置きをねしたかったの。そう、
疲れたという感じで、今日は午前中いろいろとやりたかったこととか、お家の掃除をパパパーっと終わらして今メイクしましたということで、先ほどめちゃくちゃ活躍してたこちらの微酸性次亜塩素酸水次亜マザーは次世代の除菌水って言われていて、本当にいろいろな使用方法があって、今ではレストランとか病院だったりとか学校とか、まあ、様々な施設でもね利用されているみたいです。で、今日はお掃除シーンで使ったんですけど、実はね、口腔洗浄、口の中の洗浄としても使えるので、口にね、入れても安心安全で、これでうがいを続けると、こう歯茎が引き締まったりとか、歯がね、ツルツルになったりもするみたいです。すごいよね。で、あとうちは植物とかも、家のね、あちらこちらに置いてるんですけど、水の代わりにこのジアマザーを植物にあげると、植物がね、生き生き育つみたいで、家庭菜園とかにも向いているものになります。こっちタイプだと、コップかなんかに移し替えて、そのまま大きい植木鉢とかは、ジャーってかけたりとか、そういった使い方もできます。ガーデニングなんかをしている方は害虫予防効果もあるので、これを吹きかければ虫もね寄りつかなくなるので、ガーデニングしている方にもおすすめです。そしてテレビの除菌でも使っていたこちらのクリーンソリューション合わせてね、このジアマザーと一緒にぜひチェックしてください。とても便利です。おすすめです。気になった方は概要欄に載せておきます。チェックしてください。今日午前中のね様子と商品紹介させていただきました。この動画が少しでも良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。